どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今日もまたこの小さいウクレレでいろんな曲に挑戦してみましょう。と、そのちょっと前に、2019年11月11日、1111でガズレレの日ということで毎年やっておるんですけど、世界中の方ガズレレの日、昨日はお祝いしてくれましたよね。ありがとうございます。はい。東京でもイベントやりましたよ。ちょっとそのことの詳細、ブログ書いたんで、ここちょっと覗いてみてください。はい。盛り上がって最高でした。ありがとうございます。さあ行きましょう。本日のテーマ曲 Dreams Come True 来ました。久々に登場です。はい。決戦は金曜日行きましょう。今日は火曜日ですけど、決戦は金曜日やります。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした。ガズレレ流シンプル簡単バージョンはコード5個やった。後半はかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョンはキレッキレのリズムでね、こうファンキーにいこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲でウクレレ弾いて歌いましょう。初心者の方でも楽器経験ゼロの方でも、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでどんどん音楽できるようになります。ぜひ始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンここというところに行ってもらって、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私できちゃったってなりますから、リンクありますよ。初心者レッスン行ってください。クリック、行ってらっしゃい。それ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも無料で始められるんでやってみましょう。で、今このチャンネルにはね、もう800曲以上のウクレレ簡単レッスン動画、ありとあらゆるジャンルのが上がっております。さっきのリンク先のところに行くと検索できたりとか、ジャンルボックスから探せたりするようになってますんで、お気に入りの曲見つけてどんどん聴くだけじゃなくて、今度は歌って弾いて、いい音楽を楽しんじゃいましょう。さあ行きましょう。ドリカムの決戦は金曜日。まずはガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー。レレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでお送りさせていただいておりまして、イントロから A メロ B メロやって1番やったら、今度2番のサビをくっつけて最後エンディングのところのサビという風に、やっているショートカットバージョンでございます。フルでやってみたい方、全部コードをこう書き出してですね、コードは一緒ですからね、歌詞を2番3番こう書き出していくとフルコーラスのやつができますので、ご自分で書いていってくださいね。でですね、テロップと一緒にできるようになった方も書いた方がいいと思いますので、その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。まずイントロ。これ2回繰り返してますからね。はい。メロディーを入れながら2回繰り返して、あ、こっちかける2って後で書いておこう。はい。で、ここから歌が始まります。シンプルなコード進行で、はい。歌でこうなんかこう、リズム感を表現してるって感じになるのかな。はい。
まあ、このハキハキとしたこう言葉のリズムも大事だと思いますので、はい、一時停止でちょっとメモっといてください。もし分かりづらい方は動画の一時停止でテロップを書いてもらうのもいいかもしれません。シンプルですね。はい。で、ここから B メロ。で、この B メロのですね、実はここら辺のメロディーがすごい、なんて言うんでしょう、難しい。わかりやすく言うと、ピアノで言うと黒い鍵盤の音がいっぱい出てくるんで、そこら辺がツーな音階だなとかで、吉田美和さんならではのこの、ボーカルラインが特徴的だなと、後でちょっと解説しましょう。で、ここくるっと囲ってるけど、ここのところ、かっこいいバージョンではちょっとコード変えようと思います。後で解説しますんでね。はい、じゃあここ B メロ。あ、で、そうだ、この矢印マークも、後で解説しますけど、シンコペーションマーク。あと、ここもね、なんか、決めがありますからね。後で解説します。で、ここ、サビなんですけど、ちょっとこれね、場所がないっていうのもあって、この2行を2回繰り返すんですけど、カッコ書いてあるのは2回目に来るやつですんで。今、の1回目はこのカッコなしをやって、また戻って、このカッコのところをやっていくという。テロップでちょっと理解していただくと分かりやすいかな。はい。で、最後、エンディング。近づいてく、近づいてくって、ここのとこがかっこいいですね。で、ここで終わったというのがガズレレ流、のアレンジバージョンでございました。で、出てくるコード、さっきも言ったんですけど、シンプル簡単バージョンはコード5個ですよ。はい。まず、F、Am、A7、E7、Em7 という、この5個でございます。C とか G7 がないんですよね。なんかいつもの感じとちょっと流れが違いますけど、これはもう超入門コードのグループでございます。この5個で今日やりました。で、この5個なんですけど、ちょっと個別に解説するより、これガズレレ必須コードという、コードのグループを紹介したいと思います。このガズレレ必須コードというのはですね、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードの集団でございまして、他の楽器ではあんまり当てはまらないんですけど、ウクレレにとってですよ。これ一番最初に覚えるのをおすすめします。これ10個ぐらいあります。で、10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら指1本もいっぱい入ってて、もう簡単なんですよ。ただし、10個いっぺんに覚えとようと思うとちょっとコツがいる。以前私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスッと入れる動画。撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここで覚えてください。そのうちの今日5個ですからね。これは、なかなか、大事なところなんで、このコードは覚えてください。ガズレレ必須コードマスターしてね、ということでございます。はい、こっから、かっこいいバージョン、入っていきます。解説入っていきます。かっこいいバージョンはですね、もう1個コード追加します。さっきもね、ちょっと言ったんですけど、この、独特なメロディーのところに出てくる、このコードね、Asus4 というコードをいきたいと思います。これ、簡単ですから。Asus4。ちょっと解説します。はい、押さえる場所は、こことここですね。こことここ。こんな感じ。Am の下にちょいちょい足す。これだけです。簡単。ちょっとそこやってみようかな。膨れた地下鉄が確信へ向かう。ここ、今の。ここね。この響きを使っていこうと思います。次はですね、全体的な曲のリズムの、解説したいと思うんですけど、この曲のリズムはこれでいこうと思います。ドン !8 ビートのチャ。こんな感じです。このようにダン、チャッチャス、チャッチャッチャッチャが入って、ちょっとドライブ感が増すということでございます。この弾き方でやってみようと思います。弾き方の解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚です。その中から8ビートのチャッという動画を見ながらマスターしてください。ストロークやったことない方は、普通の8ビートっていうところをマスターしてから、チャに行っていく方がいいと思います。つまりこれ、8ビートのリズムがいいなと思うんですけどね。でもよく聞くとベースラインでは16ビートだったりとかするんで、まあいろいろなこう解釈があると思うんですけど、今回はシンプルにスコッとこう8ビートのチャでやってみようと思います。で、曲の中でこのマーク出てきます。矢印マーク。これはシンコペーションといってリズムがね、前にスコーンと入ってくるっていう、かっこいいアレンジなんですけど、このマーク、ガズレレではこのシンコペーション入るところに入れてます。A メロでいきなり出てくるんでちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー。ここ次だよ。だんだん待ち遠しい。わかった。A7 の前に矢印が入ってる。だんだん待ち遠しくなく。アップで食い込んでくるね。だんだん、だんだん待ち遠しくなく。こんな感じでリズムがスコンと前に食い込んできて、アップである8ビートのチャだと、アップで、コードが変わります。ここで言うと A7 がね。はい、そんなところが、B メロにも入ってきたりとかありますんで、ちょっとそこをご注目ください。で、B メロの最後のサビに行く手前のところに、こういうこんな感じで、ここ、タタ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 って書いてあるんです。ここ決めですね。これ A7 から E7 なんですけど、ここのタカ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 はですね、ちょっと面白いことやります。見ててくださいね。B メロ後半から、戦闘の準備は
抜かりない下がらないその手を離さないタカ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 タッチャーです。もうどこでもいいです。こうズル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 ってこう左手をこう、もうこれベンチャーズのやつでテケ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 みたいな、こんな感じでいいと思います。最後 E7 でタッカー、これはちょっとカッティング入りますけどね、左手でカッティングできない方右手ででもいいですよ。タッターって感じでこう決めたい。はい。つくし気が遠いこんな感じです。タカ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 チャッチャーですからね。はい。これちょっとね、このワンポイント、決めを入れて、キュッと締めていきましょう。この曲はあの8ビットのチャートでやるんですけど、すごくこうグルービーな感じのムードがね、出てきますんで、体を使ってこうリズムに乗っかっていって、そんな感じがいいと思いますね。はい。それではやってみましょう。Dreams Come True 決戦は金曜日、ガズレレユーかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。決戦は金曜日、ガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。やっぱりリズムがね、こう、軽やかなこう茶が入って、こうちょっと浮遊感を増して、そこに言葉がポポポと入ってくるというところが、またかっこいい。あの B メロのところのあの不思議なメロディーもね、また相まってですね、これはなんとなくこう、やっぱり独特のね、ドリカムワールドがもう気持ちがいいですね。皆さん、大きい声で歌いましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレですけど、このちっちゃいウクレレ持って全国でイベントをやっております。その最新情報と、この使ってるウクレレの情報、並びに本をいろいろ出してます。その情報、今からちょっとご案内動画、引っ付けておきますんで、ご覧になってください。皆さん、楽しく音楽やりましょう。チャンネル登録もお願いいたします。それでは、ありがとうございました。ご案内動画、どうぞ。はい、ひとまず、このガズレレ .com、ガズレレ .com ホームページあります。ここにリンク貼っておきますんで、ガズレレに関することは、このホームページで。確認しておいてください。イベント情報ですけど、今年は残すところあと2本になりまして、ね、そのうち1個はもうソールドアウトになっております。ありがとうございます。こう2つあるんですけど、今週はいよいよ宮崎行きます。宮崎でガズレレ開催です。イオンモール宮崎。島村楽器さんにお問い合わせください。全国から飛行機に乗ったりして集まってくださってももちろん大歓迎でございます。はい。お待ちしております。で、今度使ってるウクレレの最新情報をもうそのホームページの中にこのページを作成 しております。これもね、随時追加していくことになっておりますね。もうちょっとフォローしておいてくださいね。これは本当に短板ウクレレでいい音がするウクレレですので、皆さん、ぜひお見知りおきを。ガズのわがままウクレレって言います。で、あと本をいろいろ出してます。はい、これ。イットミュージックの100曲入りのこの黄色い本が。めちゃくちゃ大ヒット中でございます。ありがとうございます。なんで売れてるかというと、わかりやすいから、すごい簡単で、こう、シンプルだからですね。100曲もありますし、ぜひお手に取ってみてください。あとは、この、主婦の友から出てる、主婦の友社から出ている私の、こう、いろんないいこと言ってる本もありますんで、こちらの方も、いろいろ本出してます。ホームページにその辺のことも書いてありますね。ブログも書いてますからね。よろしくお願いします。それでは皆さん、楽しく音楽やりましょう。
さよならバイバイ。ガズレレイベント情報、11月は宮崎行きますよ、宮崎。はい、宮崎の方以外にも日本中からこう集まってくるのはいかがでしょうか。なぜかと言いますとですね、これ見てください。今予定されているものはこのソールドアウトになってしまいまして、今ここだけがまだチケット販売中です。皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。はい、この後もどんどんイベント増えてきます。今のところの情報はっていうところなんで、ちょっとフォローしといてくださいね。ホームページなのでよろしくお願いします。あとこのウクレレの情報、これベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ、クラウドファンディングでももう大変なご支援をいただき大ヒット中でございます。で、事前販売予約ホームページを立ち上げたところ、もうありがたいことでそこもちょっとソールドアウトになったんですけど、もうすぐ2、3日で、また新たな在庫確保できる、またそこ動き出すんで、ちょっとフォローの方引き続きよろしくお願いいたします。あとインターン、ベトナムに行く半年間のインターン、10月いっぱいで募集締め切ったんですけど、10名様ほどの募集をいただきまして、これからちょっといろいろ面談に入っていくという流れにおりまして、またその辺もシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ガズさんですけど、本をいっぱい出してます。まずこれ、リットミュージック社から出ている100曲入りのめちゃくちゃ簡単なウクレレソングブックです。よろしくお願いします。あとはね、週の友社からこういうガズさんのいい話が載ってる、人生のこと語ってる本も出てますんで、主婦の友社。そんなのもお願いします。ちょっとここで、ちょろっと告知していただきますと、私のサブチャンネルやってるんですよ。ガズトークという、おしゃべりばっかのチャンネルです。ガズトーク。もし興味ある方、ぜひ覗きに行ってください。結構面白いですよ。自分で言うなって話ですけど。はい、お願いします。ブログとかもホームページで書いてますんで、いろいろと探ってみてください。音楽は音楽だけじゃなくて、こう、ライフスタイル全体に関わるんで、そんなことをまとめてガズレではシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。